久保さん。久保さん。久保さん。<laughs> またちょっと買ってきましたよ、ノウハウを。仕入れてきましたね。いっぱいいっぱいありますよ。ちょっとこれ動画撮ったんですけど。まあ、あの、稼ぐ、稼ぎの、稼ぐ条件。稼ぐための条件とかにしとこうかな。ね。あの、稼ぐために何が必要ですか知識です。 知識なくして稼げないですから <laughs>。うん。じゃあ知識は得るしかないですよね。買う。買う。ただで聞くのか。そっか塾入るのか。ドリアが入るのか。本買うのか。まあ、いろんなね、手段はありますけど、知識は必要です。で、みんな大人になってからやっぱ勉強してないんですよ。知らないんです。そもそもお金が大事なのにお金の勉強してないわけじゃないですか。まあ、奥間調査合宿はお金の話をいっぱいしますけれども、 ま、なんでかっていうと、みんなお金の勉強してないですし、お金の勉強してないけどお金に困ってるっていうね。お金に困ってるけどお金の勉強してないっていう。なんか、とんちですよね、これね。な <laughs> んなんでしょうね。お金に困ってるけどお金の勉強してないっていうね、ビジネスの勉強しないっていう、この七不思議なんですけど。まあ、僕もね、本に関してはもう何千冊読んでると思いますけど、まあ、知識は必要ですからね。で、あとは結局その、使うか使わないですか。 ですから知識があっても使わなければいいアイディアがあっても使わなきゃ形にならないんでうん、まあ、僕も早速動画として使ってますからこ,れ、ね、この動画にも使いましたしあのもうこの動画撮る前の動画にも使ってるんでもはやもう使ってるんですけど <laughs> うんもう知識じゃなくて知識がなくても使えるっていうねで僕ねあの電子書籍は1回言われたんですよね電子書籍発か あのこのリアルの本家派かって言われる質問があったんですけど僕は完全このリアルの本派なんですよなんでリアルの本派かっていうと1秒でこれ紹介できるんですよ電子書籍を紹介するってやっぱ物がないのでまあ自分でねその電子書籍の表紙を印刷してこう使えばいいですけどねまああとは画面キャプチャーでやるっていうこともあるんだけども僕のこの撮り方でやるならば、まあ、いつもやってる撮り方だったら物があった方がすぐこうシェアできるんでうん 使いやすいですね。リアルの本が。うん。読みやすさはどうなんだろうな。まあ、そのスマホで読めた方が気軽にね、別にこんな、この本なんかね、別に、あの、伝書籍で読めば、もうスマホに全部入りますからね。でもこれを持ち歩く、これを持ち運ぶのは難しいですよね。だから利便性を考えたら電子書籍の方がいいでしょうね。効率化だったりとか。だから僕は使うことを前提なので、うん、動画のネタになるな、みたいな。 買いながらこれ動画のネタになるなみたいな。あ、これお客さん欲しいなみたいな。あ、これパクれるなとかね。<laughs> まあなんか自分が欲しいというよりかは、これお客さんに必要だなみたいな感じで買ったりとかしてますけど。うん、まあ稼ぐためには知識は必要ですから。まああとはまあ行動するってことですね。知識と行動です。もうそ,のそ,それしか必要ないですよ。稼ぐ上で。知識と行動終了です。 いってらっしゃい。